じゃあ、ここからは eBay マグについて、松木さんからちょっとセミナー形式で講座をお願いできればと思います。じゃあ、よろしくお願いします。はい。じゃあ、始めていきます。まあ、eBay マグの、まあ、やり方みたいなのは、まあ、最後ら辺にちょこっと触れますけども、基本的にはどういう効果があるのかとか、まあ、実際使ってみた、まあ、レビューみたいな感じで聞いてください。で、まあ、今日の目次、こんな感じで進めていきます。で、まあ、最初はいきなり結論なんですけど、まあ、どれぐらい eBay マグ使えば売り上げがアップするのかと。まあ、ここが一番大事だと思うんで、先に伝えておきます。で、まあ、この、まあ、eBay マグを導入する前と、後で、どれぐらい、パーセントで、これは売り上げがどれぐらい変わったかってのを、まあ、比較してます。で、検証を、しているのはイギリスとドイツちょっとだけなんですけど、まあ、ただこの2つで見てみて、まあ、イギリスとドイツとあとその他の国全部含めて、まあ、100%、だったところから eBay マグ利用してイギリスとドイツに、まあ、それぞれ出品していくと、まあ、全体で114%ですかね。なので14%ぐらい、まあ、売上は僕の場合は、これは伸びました。まあ、もちろん、まあ、その出品している商品とか、まあ、そういうものによっても、まあ、ちょっとは変わってくると思うんですけど、まあ、傾向としては、まあ、こんなもんかなと思われます。で、まあ、eBay マグ使うと、まあ、イギリスとドイツ以外にもオーストラリア、イタリア、スペイン、カナダ、あとフランスの、まあ、全部で8カ国に商品を出品できるんで、まあ、それも全部含めたら、まあ、ただイギリスとドイツが一番売れやすいんですけど、まあ、その他も含めたら、まあ、125%ぐらいまで売り上げは伸びるかなという予想です。で、まあ、もう一つ、まあ、一番伝えたいのが、まあ、どの国が売れやすいかっていうところです。で、これちょっとフランス入ってないですけど、イギリス、オーストラリア、ドイツ、イタリア、カナダ、スペインと、まあ、この順番で、まあ、売れやすかったです。まあ、実際の私の、まあ、1ヶ月の中で、イギリスが何件、まあ、何パーセント売れてるか、オーストラリアが何パーセント売れてるかっていうのを、まあ、ここで載せてます。で、このパーセントっていうのは ebay.com で販売したものっていうのは、まあ、含めてないです。ebay.com で販売されてるイギリスは除いて、ebay マグで販売したら、まあ、この図で言うと8.7%、まあ、導入する前より売り上げが伸びましたとか、まあ、オーストラリアだと、まあ、7%ぐらい伸びるとか、まあ、そういった図になってます。まあ、なので、まあ、まず、導入するとしたら、まあ、イギリス、まあ、オーストラリア、ドイツって、まあ、売れやすい国、まあ、よく売れる国から、まあ、eBay マグで出品してもらえればなと思います。で、まあ、ここからちょっと、まあ、実際の、まあ、注意点とか、まあ、そこら辺の話になってきます。で、eBay マグ使うときに、まあ、出品手数料とか、ストアの費用とか、まあ、どうなるのかっていう、話をしていきます。で、eBay.com に出品するときは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、ストアの、まあ、例えば、スターターとか、ベーシックとか、アンカーとか、プランによって、まあ、無料で出品できる枠が決まってると思うんですけど、eBay マグで出品するときは、まあ、何品でも出品できると、無料で出品できますので、まあ、そこは何も気にしなくて大丈夫です。まあ、特に前はエントリーとか必要だったみたいですけど、今はそれも必要ないということと、あとですね、まあ、例えば、まあ、ebay.com で1000品出品してると、まあ、します。で、その時に、まあ、他の国にも ebay UK とか、まあ、ドイツとかに、まあ、出品したいってなったら、まあ、プラスで1000品1000品って、なって合計で3000品に、まあ、なりますよね。で、3000品出品するってなったら、まあ、ここのベーシックスタープランの、まあ、1000品無料のところ、まあ、1000品無料だけど残りの2000品は1品出品するごとに0.25ドルかかるのかって言われたら、まあ、それはかからないです。まあ、ちょっと私もここ勘違いしてて、まあ、一時アンカーとかなってたんですけど、まあ、でも、eBay に問い合わせてみたら、まあ、それは必要ないみたいでした。まあ、なので、まあ、ストアの登録料もかかんないし、出品の手数料もかかんないし、無料で本当にできるんで、まあ、できる人は、まあ、全員やった方がいいです。気にしなくていいと。まあ、ちょっと注意点に入ってくるんですけど、フランスとドイツですね。まあ、これ皆さんも、まあ、知ってると思いますけど、梱包法っていうのがあります。まあ、なので、まあ、ちょっとこれ図作る時間なかったんで、YouTube から拝借しましたけど、ビジネスアカウントの人だけですね。まあ、これは気にしてください。パーソナルアカウントの人は出品できないのか。で、ビジネスアカウントの人で、まあ、新品と中古でもまた出品できるかどうかっていうの、なんか変わってきます。新品であれば、ちょっとこれ分かりにくいですけど、バツっていうのは何もしなくていいっていうことですね。まあ、新品であれば、まあ、フランスは何もしなくても出品できます。まあ、ドイツは、まあ、梱包法、レシートの番号っていうのを登録すれば出品ができるっていう意味ですね。で、まあ、ビジネスアカウントの人、まあ、中古商品であれば、フランスには出品するんであれば、ちょっと丸になってるんですけど、まあ、フランスの梱包法に登録しとかないといけないと言われてます。で、まあ、ドイツについても、まあ、このレシートの番号を登録してもらえれば、まあ、出品はできるということになってます。なので、まあ、ドイツの方は、まあ、登録されてる方、まあ、レシートの番号を持ってる方も多いと思うんで、まあ、そこは eBay マグで出品してもらってもいいと思うんですけど、まあ、フランス、まあ、一応eBay ジャパンの方は出品できないと言ってるんで、まあ、避けておいてもいいかなと。まあ、自己責任で、まあ、出品
されるんであれば、まあ、それはお任せしますけど、まあ、ドイツ、フランスは、まあ、ちょっと後回しでもいいです。で、まあ、eBay マグ、じゃあ、まあ、自分も導入したいと。まあ、メリットしかないんですけど、まあ、ただ、まあ、このリミットってのが関係してくるんですね。まあ、例えばですけど、今現在、自分が左側のリミットがあるとします。で、まあ、107ピン、今出品してて、出品してる金額が全部で48,160ドルってなった時に、じゃあ、ebay.com 以外に、まあ、イギリスとドイツも出品しようってなったら、その ebay.com と、あと、イギリス、ドイツの3個のサイトで、この107ピンのリミットってのがいるんで、この状況だと、まだリミットが、まあ、いっぱいあるんで、出品数の点では出品できると。まあ、ただ、まあ、出品金額の観点ですね。まあ、ここで、まあ、この今出品している48,160ドルっていうのが、ebay.com とイギリスとドイツ、まあ、この3つで必要になるんで、この3倍の今のリミットが必要ということになって、まあ、リミットアップが必要になります。まあ、もし、リミットが低い人はですね、まあ、多くの人が多分、リミットの金額が1ミリオンドルで多分止まっちゃうんですよ。自動でアップデートっていうか、上がらなくなってくるんですけど、リミットアップ、まあ、私はできました。1ミリオンドル以上になってくると、アメリカの、eBay 本社っていうんですかね、日本の eBay じゃなくて、アメリカの eBay に、まあ、審査してもらわないといけないっていうので、まあ、避けてる方も多いと思うんですね。まあ、私も避けてましたけど、まあ、eBay マグ、まあ、ちょっと使ってみて、やっぱりよく売れるなって思ったんで、まあ、取り入れたいと思ったんですね。まあ、そこで、まあ、リミットなかったんですけど、まあ、リミットアップ1ミリオン以上やってみたらできました。で、まあ、その時リミットアップの時に聞かれたことってのが、まあ、この項目を英語で埋めなさいと、言われました。で、まあ、セラー ID とかは、全然いいんですけど、まあ、重要なのがここですね。1ヶ月の出品予定数と出品予定商品の平均単価、あと返品率、キャンセル率っていうので、まあ、出品予定数と出品予定の平均単価ってのは、まあ、どれぐらいリミットを上げてくれるかに、まあ、関係してきますよね。まあ、例えば、これから100品出品すると。で、単価が300ドルってしたら、まあ、3万ドルのリミットを上げてあげればいいかなって、まあ、思われるんですけど、まあ、それを、まあ、3万ドルじゃなくて、もっともっと、リミット上げてほしいんだったら、もっと、まあ、出品予定数とか平均単価は、おかしくない程度にちょっと持って、答えてあげる必要があると。で、まあ、もう一つ、返品率とキャンセル率ですね。まあ、これちょっと無在庫だと、まあ、ここを見られて、まあ、リミットアップしてもらえないとか、あと、まあ、リミットアップお願いしたけど逆に下げられるみたいな。まあ、そういうのを、まあ、ちょっと私も懸念してたんですけど、私の状態で行きました。で、私がどれぐらいの値だったかっていうと、まあ、返品率で言えば、まあ、3-4%。キャンセル率で言えば5-6%。まあ、それぐらい、まあ、キャンセル率結構多い気もするんですけど、まあ、でもそれでも、まあ、リミットアップ、1ミリオン以上、まあ、できましたんで、まあ、自己責任になりますけど、まあ、リミットがないっていう人も、まあ、ちょっとこれチャレンジしてみても良いかと思います。で、まあ、eBay マグ、まあ、本当にいいおすすめなんですけど、まあ、デメリット挙げるとすれば、3つ、あります。まあ、1つ目は、ベローが多いです。まあ、そんなに大したデメリットではない方ですね。まあ、ベローの連絡が来たら、まあ、その商品を、まあ、取り下げればいいので、はい。まあ、それで、まあ、終わるんで、まあ、ベローはそんなに、まあ、そこまでのデメリットではないと。で、2つ目のデメリットは、まあ、落札手数料が各サイトで、まあ、変わってきちゃうらしいんですね。まあ、ちょっとこの図も、拝借しましたけど、例えばカメラのカテゴリーの商品を出品するときに、アメリカとカナダであれば 9% の手数料でいいのが、まあ、UK だと 6.9%、ドイツ、スペイン、フランス 5%、6.5%、オーストラリア 12% みたいな。アメリカより手数料低いのはいいんですけど、まあ、オーストラリアは高いとか、まあ、そういうのがあるので、まあ、ここが、そうですね。ちょっと実際にいくら手数料が取られてるのかっていうのが、まあ、事前に確認しとけば、まあ、それはわかりますけど、まあ、それ全部、じゃあ各サイトで、オーストラリアのサイト行って、イタリアのサイト行って、カメラのカテゴリーの手数料を見て、まあ、コンシューマーエレクトロニクスのカテゴリー見てって、まあ、現実的じゃないので、まあ、これはもう諦めてっていうか、まあ、その、割り切ってもいいんじゃないかな、割り切って出品でもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、確認するとしたら、まあ、専門店で、まあ、じゃあトレカだけやってますとか言うんだったら、まあ、トレカのカテゴリーを一回、まあ、それぞれのサイトで見て、で、手数料、まあ、トレカの分だけ把握すればいいんで、まあ、そこは、まあ、簡単に把握できるかなと思います。で、まあ、もし把握して、まあ、手数料、こんだけちょっと多く取られるから、まあ、オーストラリアに売れた場合は、まあ、ちょっと多めに請求したいとか、まあ、そういうのも、まあ、できます。はい。まあ、ちょっと後ほどそれはご説明します。で、まあ、もう一つ、ちょっとデメリットがあって、で、シッピングポリシーを、もう一回設定しないといけないんですね。まあ、eBay の説明では、自動で eBay のシッピングポリシーを eBay マグに取り入れて、まあ、各サイトに勝手に設定してくれますみたいなこと言ってるんですけど、まあ、実際のところは、まあ、全部、まあ、送料無償になってて、まあ、エクスペダイテッドじゃなくて、スタンダードかエコノミーのシッピングに変わって、出品がされちゃいます。まあ、なので、まあ、イギリスとか、まあ、ドイツ、カナダ、まあ、そこら辺は、まあ、アメリカと送料はそんなに変わんないんで、まあ、送料無料になっても、まあ、そこは全然問題ないと思うんですけど、特にオーストラリアですね。オーストラリアに出品するんであれば、まあ、シッピングポリシーを設定し、eBay マグ上で出品しておかないと、まあ、送料無料で重たいものも売れちゃうので、そこを気をつけてください。で、まあ、スタンダードとか、エコノミーのシッピングに、まあ、変わってしまうん
んで、まあ、それはもう各サイト、まあ、カナダも、まあ、イギリスも、ドイツも、まあ、直してあげた方が、まあ、その方が、まあ、SEO 上がると思うんで、その方が売れやすくなると思います。で、まあ、シッピングポリシー直すの、まあ、そんなに、複雑ではないです。まあ、ここの各サイトで、まあ、シッピングポリシーを、まあ、設定できるんですね。各サイトごとに、シッピングポリシーを、まあ、変更とか、して適用させることができます。まあ、例えば、オーストラリアであれば、まあ、オーストラリアの、まあ、サイトで、個別にシッピングポリシー設定しますっていうのをオンにして、で、あとは、まあ、シッピングサービス、エクスペダイテッドにして、まあ、送料、追加で請求する送料を入力するっていうだけ。まあ、これだけです。で、まあ、この時に eBay マグで、まあ、さっきオーストラリアでポリシー設定したってなった時に、ebay.com 上にポリシーを上書きするってことは、まあ、ないので、まあ、そこは安心してください。まあ、一番厄介なのが、まあ、ポリシー、eBay マグ上でまあ設定したとしても、まあ、なぜか勝手にオフになってることが、まあ、私の場合は2回ありました。まあ、eBay にお問い合わせてますけど、まだちょっと原因は分かってない。まあ、勝手に送料無料になっちゃうとか、まあ、そういうことも、まあ、バグもまだまだあるんですけど、まあ、ただ、eBay マグ、まあ、すごく売りやすいんで、まあ、全員やった方がいいと思います。で、まあ、eBay マグで出品するとですね、売上がドルじゃなくて、まあ、各サイトの通貨になります。まあ、カナダドルとか、イギリスであれば、ポンド、ドイツはユーロとか、そんな感じで変わって、で、それを一旦、まあ、ドルに eBay が変えて、ペイオニアに振り込んでくれるんですね。で、その時に手数料3%も、取られます。なので、まあ、デフォルトでプラス3%手数料を上乗せしとかないと、まあ、若干赤字になりますね。で、まあ、僕の場合は4%にしてます。なぜ4%かって言ったら、まあ、保険ですかね。ちょっと送料が、まあ、もし送料が無料で売れちゃったりとか、まあ、そういった時のために、まあ、4%にはしてます。で、まあ、eBay マグのすごいところが、まあ、出品がすごく簡単なんですね。まあ、eBay マグログインっていうか、もう本当に、まあ、Google で eBay マグって検索して、eBay にログインすれば、もう全部 eBay マグに、商品の情報を取り込めるんですね。もうそれ一瞬で、まあ、できます。で、あとは、もうここのアメリカの国旗がありますけど、隣はカナダですね。カナダのところを、もうここ、まあ、一括で、商品全部出品するとかもできるんですよ。なので、もう一括でカナダボタンを押して、イギリスボタンを押して、で、すれば、まあ、出品は本当に一瞬でできます。なので、まあ、シッピングポリシーだけ、まあ、もしオーストラリアにやるんであれば、出品ポリシーだけ、まあ、意識してほしいけど、まあ、その他の国であれば、まあ、本当にすぐに、今すぐ、まあ、今日1時間以内にも出品できます。なので、まあ、まとめるとですけど、もうリミットがある人は、まあ、今すぐ一番売れやすいイギリスと、まあ、あとドイツに出品するのがいいです。で、まあ、オーストラリアに出品するんだったら、まあ、ちょっとシッピングポリシーにも準備しないといけないんで、ぼちぼち準備できたら出品するしてください。まあ、リミット少ない人は、まあ、リミットアップそうですね、しながら、まずはイギリスに出品を目標に進めていく。で、イギリスが終わったらドイツ、オーストラリアって、進めていくのが、まあ、良いと、私は考えてます。今日話したかったのは以上です。まあ、一番伝えたいのはここですね。まあ、イギリスとドイツだけでも、まあ、14%ぐらいは売上伸びますよと。まあ、他の国にも出したら25%ぐらい売上伸びますよと。まあ、だからやってください。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ質問にそうですね。答えていきますね。さん、梱包法の表がいまいち理解できなかったんですが、表の見方をもう一度説明してほしいみたいな。ですね、表は、ちょっと、バツと丸を逆で考えていただければ分かりやすい。なので、まあ、パーソナルアカウントの人は、まあ、フランスもドイツも何もしなくても出品できます。バツですけど、対応が不要、バツっていう意味ですね。ちょっと分かりにくいんですけど。はい。で、ビジネスアカウントの人は、新品の商品はフランス対応が不要。まあ、何もせずに出品できる。ドイツの場合は、梱包法、ルシートの番号を取得する必要がある。で、ビジネスアカウントで中古であれば、フランスは対応が必要。名前分かんないですけど、梱包法っていうやつ、登録しないといけない。まあ、ドイツもルシートの番号が必要っていうことになります。eBay マグの在庫管理もこれまで通り ebay.com でさえ在庫管理できていたら自動で他サイトも在庫管理してくれるという認識で良いでしょうか？そうですね。なので、そうなんです。だから ebay.com で例えば、まあ、商品が売れたってなったら他のフランスのサイトとかも在庫ゼロになります。まあ、それは1日以内って言われてますかね。エンドさせた時も同じですかね。エンドはならないです。なので、まあ、自分で各サイトをエンドさせないといけないです。おお、そうなんですね。はい。だからアメリカだけ例えば、まあ、春使ってる人とかだったら、春の中でエンドとかできるんですけど、そうしちゃうと、アメリカのサイトだけ、ebay.com だけエンドされて、eBay マグが在庫ありの状態でずっと残っちゃうみたいなことになっちゃいます。あ、在庫ありの状態で。ということは、売れたらストックゼロになるじゃないですか、ドットコムの方が。その場合は、そのフランスとかドイツもゼロになるんですね。あ、自動でなります。だけど、エンドさせた時だけは、ドットコムはエンドするんだけど、フランスとドイツはもうそのまま1のまま残っちゃってるから、手動でエンドさせなくちゃダメですよってことなんですね。そうですね。ああ、そうなんですか。この画面で、まあ、商品
選択して、まあ、デリートボタンがあるんで、まあ、ここでデリートしてるか、それか、eBay のサイトで、ebay.com のサイトで、まあ、フランスに出品してる商品も、ドイツに出品してる商品も全部表示できるようになるんですね。ああ、なるほど。なそんういうで、ことそですこで、ね。そっちで削除するか。なるほど。じゃあ、クオンティティ、まあ、売れて、クオンティティゼロになったものは自動的に他の eBay サイトもゼロになるんですよね。なります。じゃあ、e ストックとかで在庫管理を行っていて、で、仕入れ元は品切れになりました。で、US の商品のクオンティティゼロになりました。したら、まあ、自動的に他の、まあ、ドイツであるとかフランスの eBay の方に出してるものもゼロになるってことですよね。そうです。そこは売れた時にゼロになった場合でも、在庫管理を通してゼロになった時でも、どちらでも変わりはないってことですね。どちらでも、はい、そうです。まあ、ドイツで売れたら、ドイツだけ最初ゼロになりますけど、後々他のサイトも全部ゼロになって、アメリカのサイトもゼロになってるんで、在庫管理もゼロになるっていう。なるちょっとほ時ど。間差は長くなりますけど、在庫管理できます。じゃあまあ、在庫管理はまあ問題ないとですね。で、もう一件が、デメリットでベロ多めとのことでしたが、この点についてもう少し補足いただけますと助かりますってことなんですけど。そうですね。ベロが来やすいのって、まあ、ヨーロッパの地域でこのブランドは出品しないでくださいとかそういうのが多いんですよ。だから例えば、まあ、ダイソンとか、例えばアメリカの ebay.com でフランスにも発送できるように出品するのは何も言われないけど、ebay ドイツとか ebay フランスで出品すると出品しないでくださいって、メールが来る。まあそういうことになるんで、まあ、ベロが来る確率が上がります。まあ、eBay US に出していても、ドイツであるとか、まあ、ヨーロッパ圏の代理店から、まあ、ベロの警告が来ると思うんですけど、まあ、それが、ドットコムではなくて、ドイツであるとか、フランス、ヨーロッパの eBay サイトに出すから、より向こうにバレやすくなるっていう感じですか？そうですね、はい。まあ、ドイツでベロが来たら、まあ、ドイツ語で来て、ドイツのサイトだけ、ドイツのサイトだけじゃないですね。ユーロ圏は、まあ、じゃあ取り下げるけど、eBay.com とかは、まあ、そのまま出品してても何も言われないです。オーストラリアとかも OK ってことですよそうね。ですね。eBay.com でクオンティティを1に戻した場合も自動的に復活しますか？まあ、0から1に戻した時も連携されるかってことですね。そうですね。されますね。あとはタイトルとか説明文とか写真も自動で変わっていきます。続いて、eBay マグは以前、承継の勉強会で管理が大変になるとして推奨しないという話を聞いたと思います。実際自分も1年ほど前に試した時にリストの数が何倍にもなってとても無理だと思ってやめたことがあります。現在そのような問題は改善されてるんでしょうか？まあ他の講師の皆さんは使われてるんでしょうか。この前話してましたけど、講師の中で使ってたのは松木さんです。あ、藤谷さんも使ってるっていう藤谷さんか。そうです。ウェブインタープレット。ああ、そうかそうか。ウェブインタープレットか。はい。ほとんどマグと一緒そうでですすね。よね。はい。一緒です。僕使ってますよ。富永さんも私は使ってないです。じゃあ、これ質問に関してはどうですかね。管理。僕は大変だと感じたことはないです。基本的にアメリカのサイトだけ見るですれば、まあ何の問題もないかなと思います。まあ、eBay のサイトでも多分普通に出品しただけだと、リスティングサイトオールってなっちゃうんですよ。だから全部のオーストラリアに出品したのも、ドイツに出品したのも、まあ、ごちゃ混ぜに表示されるんですけど、ここでアメリカだけにチェックしておけば、まあ、eBay マグ使ってない時と同じような状態で見れるんで、管理で困ったことはないですかね。次、ヨシさん。そうですね。ソールドってどういうふうに反映されるんですか、この場合。アメリカで売れたらアメリカのソールドがついて、ドイツで売れたらドイツだけソールドがつきます。eBayID は同じ商品でも国の分だけ増えますか？そうですね。増えます。国ごとに ID は違います。じゃあ、次の質問来るまでに、一応僕から補足。さっきのリミットアップの件なんですけど、今はもうだいぶ、まあ、システムというか、eBay の中のフローが変わってるかもしれませんが、1ミリオン以上のリミットアップをするときに、まあ、月さんも言っていた形で、まあ、部署が変わるんですよね。で、それによって、1ミリオン以上のリミットアップをしようとしたときに、露出制限になってしまった証券メンバーの方が過去に、まあ、います、実際。いろんなパターンがあるかもしれませんが、その時の原因は、ship from address ですね。発送元住所。例えば僕だったら、事務所池袋ですので、池袋の住所を登録してますけど、プラス代行会社を使うんであればとか、まあ、他の住所から発送するんであれば、そういった代行会社の住所とかも登録しておかないと、ドロップシッピングとして見なされる。要は無在庫だよね。その人はその1ミリオン以上のリミットアップした時に、あなたの登録住所から一応発送してるのもあるけど、全然違う住所から送ってるものがあるよ、これ何っていう感じで、ドロップシッピングやってんじゃないのっていうことで、無在庫で何ヶ月か露出制限を受けました、ね。あ、そうなんですね。まずそういうのは気をつけた方がいい。あと、というか、健全に。あんまりアカウントの状態が、例えば、ベローに落ちてたら、もうさすがにリミットアップできないと思うんですけど、ある程度は健全な状態で申請する感そうじでですよね。まあ、未着ケースが続いてたりしたら、ちょっとあったりとかもしましたね。でも、松木さん、キャンセル率が5%とかおっしゃってませんでしたっけ？そうですね。それでもリミットアップできるってこと、できたってことですよね。できましたね。なるほど。だから、そんなに難しくない条件なんかも知れないです。松木さん、ちなみに、発送元の住所って、もう松木さんは発送外注さんのところからしか発送してないんでしたっけ？いや。
の2択ですね。どちらの住所も登録してるんですか？もちろん。ああ、なるほど。発送元住所はいくつかあるんだれば、その住所をしっかりフロムアドレスに登録するということですね。ご質問で、最安値チェックはこれまで通り eBay US のみで行えば良いでしょうかと。まあ、要は eBay US の価格を修正したら、他の国の eBay の価格も修正されるのかってことだと思うんですけど。それが一番いいと思います。まあ、一番売れるのが ebay.com なんで、そこで最安値を考えるのがいいですね。まあ、もちろんドイツとかその他のサイトで最安値になってるかは分かんないですけど。じゃあ、ebay.com で修正したからといって、他の ebay サイトの価格もそのまま修正されるってことはないんですね。修正はされるんですけど、シップトゥドイツとかで見てないんで、自分が最安値かは分かんない。そうですよね。ドイツにだけ出品してるもっと安い人がいるかもしれないし。あ、まあそうですね。だからドイツで見なくちゃ分からないっていう意味ですよね。あ、そうですね。まあ細かく言うとそうです。まあ細かく言うとね。松木さんは全部のサイトやってるんですか？カナダもオーストラリアもすべて。今、フランス以外やってます。あ、フランス避けてる理由は何かあるんですか？法律。梱包法のところですね。はい。まあでもそのうちやりたいなとは思ってます。フランス以外やって、まあ実際に良かったのがイギリス、ドイツ、オーストラリアなので、まあそこだけやるでもいいと思います。カナダとかは？いや、カナダは全然ですね。まあ 1.5% ぐらい上がりましたけど、売り上げが。やっぱ UK が強くて、オーストラリア、ドイツ。なるほど。多分フランスのなんかドイツぐらい来るのかなとは予想してます。これ、僕、ウェブインタープレットはもう、ほんともう1ヶ月やったか2ヶ月やったかぐらいでもやめたんですけど、藤谷さん今もやってるんですよね。そうですね。僕は今、4年ぐらいやってるんですけど、そうですね。やっぱり売り上げに関しては、だいたい2割ぐらい、20% ぐらいですかね。20から25ぐらいなんで、本当に松木さんのこのデータと同じぐらいですね。上がるのは間違いない。僕も上がってるので、基本的にその eBay マグも、ウェブインタープレットも仕組みというのは似ていて、ドットコムのを別のサイトに出すっていうだけで、こんなに管理も全然大変だなっていうのは感じていなくて、本当にもう出して、あとは売れたら、普通に特にドットコムと同じようにやっていく感じで、リミットがあれば、僕も eBay マグはやった方がいいかなとは思ってますね。今ってウェブインタープレットも今からやろうと思えばやれるんでしたっけ？ですね、ウェブインタープレットはなんか紹介制でしたね、確か当時。そう、当時は。はい。そうですよね。はい、今どうなんですかね、そこら辺が情報が全くなくてですね。確かに。今でもウェブインタープレットも申し込めるんであれば、なんか、まあ、実際どっちがいいのかなと思ったんです。藤谷さんがこの eBay マグの今内容とか見てて、別にどっちも、どっちがめちゃくちゃいいってこともなさそうですね。そうですね。今だったら eBay マグがやっぱり eBay ジャパンとのサポートも、ウェブインタープレットって eBay の会社じゃないので、はい、そうなんです。なので、まあ、そこら辺考えると、まあ、やっぱり eBay がサポートしてくれる、考えたら eBay マグでされるのがいいんじゃないかなと思いますね。なんか、質問で、セラーハブのリスティングの見え方はどう変わるでしょう？マグで出品した分だけアイテム数が増えるんでしょうか？セラーハブでリスティングをした時ですかね。まあそうです。マグで出品した分だけ、一つの商品を5カ国に出品したんであれば、まあ同じ写真が5つ並ぶみたいな。タイトルはちょっと言語が、ドイツ語とか英語に変わるって感じです。はいはい、さん、お疲れ様です。eBay マグはフリーリターンのルールは変わるのでしょうか？一緒ですね。一緒。ebay.com で採用したものが採用、そのまま適用されますけど、個別で、まあ、シッピングポリシー適用したように、リターンポリシーも、まあ、個別でオーストラリアだけ変えるみたいなこともできます。多分。さんのお聞きした、聞きたいのは、そのフリーリターンで戻ってきた時に 50% 返金とかっていうのはあれドットコムのルールじゃないですか。あれはだから全世界じゃなさそうなんです。っていうのは、私以前そのウェブインタープレット使ってた時に、ドイツから返送になった時に、普通だ、ドットコムだったらこっちが、まあ、リターンをアクセプトして、リターンラベルを貼り付けるみたいなところがステップがあったんですけど、もう勝手にすぐにこう、なんていうんですかね、もうリターンがスタートしちゃってる状態になってて、こっちがアクセプトするどうこうっていうんじゃなくて。で、なんかそれを聞いたら、それはもう現地のeBay ルールが適用されますからみたいなジャパンの人の冷たいお返事で、って思ったことがあるんです。なんかそういう話してましたね、この前。うん。で、なんかその時谷村さんも同じことがあったとかなんか言ってたような気がして、ただ、それはもう何年か前の話なんで、今はどうなってるのかなって。50% 返金ボタンがあるかは分かんないです。うんうんうん。で、勝手にリターンがアクセプトされてはないです、私の場合は。あ、じゃあ変わったのかもしれませんね。まあ、僕も2年前ぐらいとか多分勝手にアクセプトされる時期はあったんで、なんか時期的な問題なのかもしれない。そうですね。はいはい。フリーリターンの、さっき小山さんおっしゃった 50% 返金に関しては、はい、ちょっとごめんなさい、どの国か忘れちゃったんですけど、はい、イタリアかイギリスかな、はい、で、サイトで売れたものに関しては、もうそもそもあれ、フリーリターンにしてても、全額返金しか選択肢がないっていう国は、今でもありましたね。ちょっとどの国か忘れたんですけども、全部、そのフリーリターンで半額返金っていうのは、国によって違うっていうのは今もありますね。うん、ちょっとラベルの件はわからないんですけど。あ、なるほど。ありがとうございます。はい。50% 返金使えなくても販売はした方がいいと思います。うんうん、返品率考えたら販売した方が多分利益出るんで。